こんにちは。アワーライフジャパン&チャイナのチンムーと申します。今日は日曜日だからお昼も息子が家にいる。ママはゴーバオローを作るって言ってるよ。さてさて、皆さんは果たしてご存知の料理かな。これは生姜とネギを水の中で絞っている。ネギ生姜汁。日本でこういう売ってる、全部こういうスライス、こういうカットしてトレー並べとかできたもんでしょ、うん、そうだね。こういうの売り方、自分が買って買えたら家庭でやるのはしない。やっぱり便利ということを考えてやってるの。まあそうだろうね。その肉、うん、全部さ、じゃあいろいろな料理形に作りたい場合は、うん、そういう不便もあるということ違うあるんじゃないの。逆にこういうしたいからこういうカットにしたいとか。いや、それが 全種類揃ってるんじゃないの、うん、生姜焼肉用とか何々用何々用で焼肉用で、うん、正直僕も適当に答えてるんだけどね。だって長いこと日本暮らしから離れているからね。馬伝と水、一対一で混ぜ合わせる。ネギ生姜水を豚肉に揉み込む。蒸し餃子か何かを作った時に余った生地。
180度でお肉を揚げるって。この野菜知ってますか？昔は日本で見たことがなかったけど、最近は売ってるのかな？正解は茎レタス。ちょっと古くなっちゃったから炒め物で使うってさ。塩と味の素で味付けしたら終わり。揚げたお肉に絡めるタレを作る。このグオバオローという料理はハルピン発祥みたい。日本人に分かりやすく言うなら酢豚だね。
風が強いね。うん。ね、今5月日本で梅雨。6月が梅雨。何気ない日曜日のお昼の食事。わかめの味噌汁も即席で作った。茶の豆ね。嗯，看这个，这个是南方的朋友给我的，就在做的腊肠。那有点钱。嗯。怎么样的味道？有种。有一种辣条的感觉，那个味儿哈，对，然后调味料。锅包肉の味は確かに酢豚の味だ。この甘酸っぱさがご飯に合う。この家に海賊？海賊もうなる味。